ザ・マザーズ・オブ・インベーションは、1964年から1975年にかけて活動したアメリカ合衆国のロックバンドである。主に作曲家、ギタリストのフランク・ザッパと共演し、その作品をレコーディングするためのバンドであったが、時折作曲クレジットに名前が記載されるメンバーもいた。当初、グループは、ソウル・ジャイアンツという名前で活動しており、 ドラマーのジミー・カール・ブラック、ベーシストのロイ・エストラーダ、サックス奏者のデイビー・コロナード、ギタリストのレイ・ハント、ボーカリストのレイ・コリンズによって構成されるバンドであった。1964年にコリンズがハントと大喧嘩をし、ハントがグループを去ったため公認のギタリストとしてフランク・ザッパが加入した。それから間もなくザッパはグループのリーダーとなり、 1964年5月10日にバンド名をザ・マザーズと改名した。1965年の後半、レコード会社のプロデューサーであるトム・ウィルソンが、マザーズの演奏をしていた場合少しだけ立ち寄り、レコード契約と2500ドルの前渡し金を提示した。マザーズとウィルソンは数ヶ月の事実と数千ドルの経費を費やして、バンドの第一作にして2枚組のアルバム、 フリークアウトの録音と編集を終えた。彼らのレコード会社である MGM レコードが彼らのバンド名はマザーファッカーズを短くしたスラングではないのかと疑義を提したため、マザーズは再度その名を変え、ザ・マザーズ・オブ・インベンションを名乗ることとなった。彼らのデビューアルバムは1966年にリリースされ、それに合わせてマザーズ・オブ・インベンションはツアーに出た。 MGM によるフリークアウトの販売実績の記録は3万組と比較的少ない数にとどまった。そのためレーベルは次のアルバムの制作費を1万千ドルに削減するという措置を取った。しかし、それにもかかわらずマザーズ・オブ・インベンションはザッパの指揮の下でアブソリュートリー・フリー、We Are Only In It For The Money、アンクル・ミートなどの作品を次々と発表していった。 1969年、ザッパはオリジナルラインナップのマザーズ・オブ・インベンションを解散した。ロイ・エストラーダはロウエル・ジョージと共にリトル・フィー,イートを結成することとした。ロウエル・ジョージは1968年後半から1969年前半にかけての数ヶ月間やはりマザーズのメンバーであったがドラッグに溺れていたためザッパからバンドを追い出されていた人物である。 ザッパは1970年にオリジナルマザーズのメンバーはドン・プレストン一人だけを含む形で新しいマザーズを再編成した。この新しいラインナップにはイギリス生まれのドラマーであるエインズ・レイ・ダンバー、マルチ奏者のヤン・アンダー・ウッド、その妻で1969年のアンクル・ミートセッションでオリジナルマザーズに加わっていたルース・コマノフなどが参加した。 ジョージ・デュークは1970年の200モーテルズで初めてザッパと共演し、その後1970年代中期におけるザッパのツアーバンドの中核を担うメンバーとなった。新生マザーズのその他のメンバーには、ジム・ポンズ、ボブ・ハリス、ボーカリストのハワード・ケイランとマーク・ボルマン、ジェフ・シモンズなどがいる。ドラマーにジョン・ゲイリンを用した新生マザーズが最初に、 演奏したのは1970年のアルバム、チャンガの復讐であったが、クレジットはザッパの単独名義となっていた。これに続けて、ザッパの野心的なコンセプト映画、アルバムプロジェクトである、200毛テルズを制作した。この映画には、ジミー・カール・ブラックやフォーク歌手のセオドア・アビケル、モトビートルズのリンゴスターなどが出演している。再び名義をマザーズとして、 ザッパとグループは2枚のライブアルバム、フィルムアライブ71、一、ジャストアナザーバンドフロム LA を録音し、好評を持って迎えられた。しかし1971年後半、ロンドン公演の舞台裏で観客の一人から襲撃を受けたザッパが、オーケストラピットに突き落とされ、1年以上にわたり、演奏活動から離れざるを得ないほどの重傷を負った、ため、またもバンドは解散することとなった。 ザッパはそれ以前から明白にソロアーティストとしてのアルバムをリリースしており、負傷以降も個人名義でのアルバムのリリースは続けていたが、その一方で1970年代には様々なラインナップのマザーズを率いてもいた。しかし、この時点でのバンドはもはや明らかにザッパの伴奏者に過ぎないものとなっていた。マザーズ、ザッパ、フランクザッパ ザ・マザーズ・オブ・インベンションなど様々な名義でアルバムのリリースは続いたが、ずーっとアリュアーズをリリースした1976年以降、ザッパはマザーズの名を用いることをやめた。ただし後年 CD フォーマットでリリースされたザッパの作品には主々のラインナップからなるマザーズ時代の音源が収録されており、場合によってはアルバムのジャケットにその名が用いられることもあった。 1980年以降、ジミー・カール・ブラック、ドン・プレストン、バンク・ガードナー及びその他の元マザーズメンバーが集って、ザ・グランド・マザースあるいは、ザ・グランデ・マザーズ・リ・インベンテッドの名で、時折公演や録音を行い、ザッパや、キャプテン・ビーフ・ハートの楽曲のみならず、オリジナル曲やブルースのスタンダード曲を演奏している。ありがとうございます。